地元の生成所の所長がカルテルに全区隊を提供してる。その男と話してサンタブランカと仕事をするのは間違いだと分からせてやって。ドローン飛行中。フラグだ、くらえ。フラグだ。重要ターゲット発見。リベルタードに隠された大量のコカインの全区隊よ。片付けてきて。
この辺りに何か情報がありそうだな。敵がいる、気を抜くな。おい、カルテルのメンバーだ。駐車場の辺りだ。弾丸に気づいた。出所を探そうとしてミニガンを構えた駐車場の付近だ。ミニガンを構えた駐車場のあたりだ。新手の敵だ。おい、駐車場のあたりだ。あいつで5人だ。下がれ、見られてるぞ。ターゲットを確認しろ。民間人がたくさんいる。シカリオが2人いる。駐車場だ、見えるか。ターゲットを捕捉、周辺に注意しろ。怒らせちまったな。クソ、見つかった。攻撃を開始する。ヘリだ、セロセロ。ヘリコプターが来る。ヘリだ、セロ。スナイパーに狙われてる。味方がやられた。C4 設置完了。
ゼロゼロ。味方がやられたぞ。心配するな、そっちに向かう。ヘリコプターだ、伏せろ。ちょっと待て。伏せろ。行け。ヘリコプターだ。コピー。待て。全駆体物質の…ちょっと待て。ヘリだ、伏せろ。おい、伏せろ、ヘリだ。全駆体物質の…待て。コンタクト、駐車場だ。ヘリコプターだ、伏せろ。全駆体物質の場所が分かった。片付けよう。フラグだ、伏せろ。フライ。フラグを投げる。全駆体を片付けたことでコカイン生産は大幅に遅れる。ヘリコプターだ。こっちに向かってくる。どうする。ヘリだ、ゼロゼロ。ヘリコプターだ、伏せろ。ヘリだ、伏せろ。ヘリだ、伏せろ、伏せろ。ヘリをやった。クリアだ。だらしない野郎どもだ。蜂の巣をつついちまった。
後で反乱軍が取りに来れるように物資に目印をつけておこう。集まってくれ。了解、今行く。行こう。なんだよ、俺には運転させないってのか。この間のことのせいか？この辺りに敵がいる。シカリオがミニガンを構えてる。拠点の入り口付近だ。
体調を確認。敵がいる。武器ケースを見つけた。いいな、こいつは使えそうだ。グレネードだ、逃げろ逃げろ。味方がやられた、味方がやられたぞ。持ちこたえろ、そっちに向かってる。え、くそ、次は俺。撃たれないようにしてくれないか。うん、遅い。ブションの正体はマーカス・ジェンセンというアメリカ人だった。これから魔女市場というところに行くことになってる。ジェンセンを見つけて連れてきて。地元の精製所の所長がカルテルに全区隊を提供してる。その男と話してサンタブランカと仕事をするのは間違いだと分からせてやって。
バロ将軍にたどり着くには娘のエレンディラを利用するしかない。バロをおびき出す餌として使うには彼女に協力してもらう必要がある。どんな手段を使っても説得して。しっかり捕まってろ。ボバン、カイマネスに移動した。情報を頼む。ここ数年カルテルはアメリカに粉を輸出する方法として最新の潜水艦を試してる。私たちが知る限りこの潜水艦は支流をたどってアマゾン川に合流し大西洋に入ってフロリダへ向かってる。おい、数千キロあるぞ。その通り。プログラムの責任者はエル・セレブロという男よ。この男についてはほとんど何もわからない。噂では天才で、いわゆるマッドサイエンティストらしいわ。潜水艦の性能向上のためにいろんな軍用電子機器を注文してる。カイマネスの状況をもう少し知る必要がある。潜水艦やセレブロの研究について情報を集めて、すぐに実行されそうな計画があったら潰してちょうだい。エルセレブロに打撃を与えて反応を見ましょう。何かやらかして捕まえられるかもしれない。了解、すぐにやろう。
カイマネスのサンタブランカ基地の外にエルセレブロの研究に使われるハイテク機器の積まれた船が停泊してる。船を奪って中身を CIA のチームに回して調べてもらう。このエリアはコカイン密輸部門の一角だ。主要メンバーの情報をオーマンが用意してくれてるぞ。責任者はビューティークイーン、ニディア・フロレス。今は密売のプロよ。彼女の右腕はエル・ボキータ。陸路での物流はこの醜い野郎が担当してるみたいだ。頭脳と肉体ってことね。武器が設置されてる。一人倒した。船を奪って合流地点まで。待て。なんてこった。
ちょっと待て。ドローンを展開。武器が設置されてる。二人目のターゲットを発見。待て。待て。船を奪って合流地点まで運び、ボーマンのチームに調べてもらう。その前に遊ばせてくれないの？ちょっと待て。乗り心地だ。ビールが欲しいな。地元のマートルビーチにいるみたいだ。まだ20代のつもりか？20代の子と遊びたいってだけだ。そうだろうな。相手がいないのが残念だな。ここから出よう。船はどこで渡す？ボーマンが合流地点を設定したカイマンハンターの小屋のようだ。
テルの使用基地を見つけたようだ。中央の倉庫では活動が盛んだが、研究ラボに使えるぐらいの大きさかもね。そうかも、近くで見てみよう。船を取りに来るようボーマンに連絡する。 CIA の技術者が調べればエルセレブロの他の仕事についても分かるでしょう。エルセレブロが設計を行っている倉庫の場所が分かった。建物を捜索して使える情報は持ち帰り、残りは燃やして。よし、川沿いに停泊しているカルテルの潜水艦の位置がこの地図に記されている。急げば次の密輸までに奴らを潰せるぞ。反乱軍に乗り物を頼んだ。乗り物を用意したぞ。行こう。準備完了。何も見えない。ドローンがジャミングされてる。防空システムを発見した。サブマシンガンを持ったやつを見つけた。くそ、ストロータが機能しない。妨害されてる。隊長を待つ。
爆破準備完了。サブマシンガーを持ったターゲットがいる。今のは見事だったな。至急情報を集めて、エル・セレブロが一体何を計画してたのか調べるぞ。まだ敵がいるぞ。やったぞ、奴を倒した。ターゲットを排除。
危ないところだった。敵を倒した。ちゃんと撃ってよ。こんな目には合わなかったぞ。ドローンが機能しない。妨害されてるんだ。研究に関する情報を得たし、プロトタイプも潰した。プロジェクターは修復不能だ。ケースがあるぞ。お前にこいつを運転させるわけにはいかないな。